白鶴酒造株式会社は、兵庫県神戸市東灘区に本社を置く、日本紙メーカーである。創業から現在に至るまで、清酒白鶴を中心に、白鶴丸、中油なども製造している。名伊里の一つ、神戸、三影里にある。本社は、神戸市東灘区住吉南町4-5-5。本社の敷地に、白鶴酒造資料館があり、 団体旅行の見学コースにもなっている。白鶴酒造を経営する、可能家は、三影里でも指折りの名門であり、菊正宗酒造を経営する、可能家とそう同じくする。白鶴酒造の可能家を、白可能と呼ぶのに対し、菊正宗酒造の可能家を、本可能と呼ぶ。白鶴酒造は、同じ三影里の菊正宗酒造や魚崎号の桜、正宗と共に、 旧正灘中学校を創設した。七代目、加納寺兵が設立した、白鶴美術館は中国古美術。中でも青銅器のコレクションでは、世界的に知られ、日本一の私立美術館密集地帯である、阪神館においても代表的存在となっている。コーポレートスローガンは、字を超え、親しみの心を送る。一時期は、米、水、人が原点ですが使われていた。 主力商品、白鶴丸の CM では、主に地元漁師による郷土料理を紹介している。白鶴丸の CM には、長年、俳優の矢崎茂が出演していたが、2006年9月から2009年8月までは、女優、タレントの友坂理恵が出演した。しかし、矢崎時代から続いていた漁師シリーズは継承した。 丸発売25周年を迎えた2009年9月1日からは、こんな時代も、丸になる。を、キャッチコピーに掲げ、演歌歌手の氷川清が、CM に出演していたが、2015年から2019年までは、のジョのジマシュゲル、2020年からは、読売ジャイアンツの丸加工が出演している。白鶴金という酒米を生み出した。近年は、 酒造技術で培われたノウハウを活かし、酒かすから抽出された成分を原材料とした化粧品の開発、販売も行うなどの新たな分野に進出している。東京支社平成14酒造年29、酒造年不定期に他局の系列番組に提供することがある。東京に行動館を創設して柔道を創始した加納治五郎の家系は、加納三加とは別であり、 また、手造業者ではなく、海鮮業者であった。白鶴手造が、桃川の株式を100%取得。デイリー東北、HTT-P コロンスラッ ne。jp スラッシュ、アー DTO、a o 金融スラッシュ、リージ t o HO、KU だ。出四二九一六六。HTM 二零一四年十二月十八日閲覧。 読売新聞、白鶴酒造、ビール輸入に参入輸入反射を買収。日本経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x l a s d z 1 2 h m d s 7 a 4 1 4 h t i 5 0 0 0 2018年8月27日、閲覧。独立行政法人種類総合研究所。 全国新種鑑評介入賞種一覧表4月から9月は月大金、10月から3月は月、水、金。ありがとうございます。